はい、今日は文房具屋さんで買ってきたものを紹介します。3点です。全部で1個目なくなっちゃったものです。タラン、連絡帳です。こんな感じです。で、星がついております。星座ね、中身がこんな感じになっていて、時間割こっち、あ、時間割はこんな感じになっております。で、シンプルめの方がいいかなと思ってこれを選びました。かわいいです。じゃあ1点目、じゃあ2点目はすごい気に入ったものです。だらん、のりです。こんな感じです。水のり。じゃあ開けてみたいと思います。で、柄がクマとウサギと月、あ、クマとウサギが月に乗っている絵柄です。で、テープがついています。だから一回開けてみます。あれ、どこだ。もういいや、じゃあ後でにしましょう。じゃあ3点目は消しゴムです。すごいリアルです。タラン、ミニチュアです。レモンティーの牛レモンティーパックの消しゴムです。飲めないって書いてあるのにな、飲めないって思ってる。なんで飲めないって書いてある。レモンの香りです。かわいいですね。これ開けます。どこだ。あった。あ、いった。じゃあこんな感じです。これ開けやすいんです。人気のネイル、ネイル系です。ネイル系こういうの人気ですよね。匂いは臭いです。まあノリはあるんですけど、超ポルイ気に入ったから買いました。ママがね、気に入ったのは買っていいよって言ってくれました。よいしょ。何が古いの今の歌。そうなんだ。何年に作られた。ママ小学校の時。マジか、超古い。こんな感じです。今日はこの3点の文房具を買ってみて紹介しました。皆さんもぜひ買ってみてください。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。リハナでした。バイバーイ。